トゥールーズ・ロートレック・ディヴァン・ジャポネ1893年リトグラフ・ポスター三菱一号館美術館は東京都千代田区丸の内にある美術館大手不動産会社の三菱自所が運営する企業博物館で同館の建物は丸の内最初の洋風菓子事務所建築として明治時代に建てられた三菱一号館を同社が復元したものである 三菱地所による再開発で2009年に誕生した丸の内ブリックスクエアを構成する施設として2010年に開館した。19世紀の近代美術を中心とする美術館で企画展を年間3から4回開催する。常設展示は設けられていないが19世紀末の美術品を収蔵しており、特にロートレック作品を多く所蔵することから、 フランスアルビ市のトゥールーズロートレック美術館と姉妹館提携を行っている。初代館長は19世紀フランス美術史を専門とする美術史屋の高橋明也。展示室は館内の1から3階に分かれて配置されており、建造物の構造的な制約により、平均40平方メートルの比較的小さい、展示室が20室連なる得意な構成となっている。 手彩式絵葉書東京丸の内馬場先門通り、明治期1880年代から1890年代に製作された美術品、工芸品を収蔵している。ありがとうございます。